北松浦半島側から見た平戸市中心部、平戸城から見た平戸瀬と平戸市は、長崎県北西部の平戸島とその周辺を行政区域とするし、中心の平戸地区は旧平戸半松浦市の城下町で、鎖国前は中国やポルトガル、オランダなどとの国際貿易港だった。現在の平戸市は2005年10月1日に、 平戸市と周辺の北松浦郡田平町、行月町、大島村とが合併して発足したもので、市役所は旧平戸市役所の建物が引き続き使用されている。平戸市は平戸島及び徳島など離島のみを市域としていたが、現在の平戸市域は九州本土にもまたがっている。平戸市中心部周辺の空中写真。 2013年8月17日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。長崎県北部の北松浦半島の北西端の地域及び同半島と平戸瀬戸を挟んで西向かいにある平戸島、そして平戸島の北西にある行き着島、平戸島の真北にある卓島、 岳島のさらに真北にある安土大島を主な地域とする。位置は佐世保市から北西約2 5トル長崎市から北北西約8 0トルの距離である。平戸大橋で九州本土と平戸島がつながり、行きつき大橋で平戸島と行きつき島がつながっている。平戸島の西端部は九州の最西端である神崎花よりも西にあり、日本本土、 または、日本本土との間を陸上交通のみで移動できる、全地域の中で最も西にあたる。九州地方の中でも、典型的な海洋性気候であり、冬は温暖で夏も気温が上がりにくい。平年の真夏日は24.7日で、冬日は2.3日しかなく、年格差、日格差は非常に小さい。猛暑日の観測例は1960年の1、例しかなく、 60年間以上も観測されていない。年降水量は多く2000ミリメートル以上に達するが、3分の1以上が梅雨の期間に集中している。特に鎖国が行われる前の江戸時代初期までにおいては、対外貿易の中心として栄えていた。市長市議会市役所消防医療県議会県の出先、機関警察衆議院選挙区平戸城下町の名所旧跡を中心としていた。 観光業は、平戸大橋開通前後のブームが過ぎてから一時、賃貸していたが、観光資源の再開発や、隣接地域との連携、体験型観光への対応を図っている。観工業は振るわず、農業及び漁業が重要な産業となっているものの、他産地との競争が激しく苦闘を強いられている。ふるさと納税制度に力を入れた結果、2014年度の ふるさと納税制度の寄付申し込み額が14億円で日本一になった。市は寄付額に応じてポイントを寄付者に付与し、内輪エビ、平戸牛などの特典をカタログから選べる制度を導入した。しかし自治体間での競争が過度なものとなり、制度が見直され2016年度は12億円程度となった。平戸郵便局すべて県立。総数参考。 4月現在、並行した高等学校は、長崎県高等学校の廃校一覧平戸市を3校、すべて私立、総数8校4月現在、等廃合、休校になった中学校は、長崎県中学校の廃校一覧平戸市を3校、すべて私立、総数15校4月現在、等廃合、休校になった小学校は、 長崎県小学校の廃校一覧平戸市を参考。田平平戸口駅いずれも旧田平町駅にある駅である。高速道路、一般国道主要地報道一般県道かつては、平戸口、平戸、薄木香里あずち館に、三崎海層の航路があった。また、野茂商船の博多福江航路が上り便のみ館、浦港に寄港していたが、2007年以降は、 通過している。寺院と教会の見える風景7月、崎方公園、ザビエル記念碑広場、オランダ兵平戸オランダ召喚大島村上浦1996年より2003年にかけて観光客は微増し続けている。平戸市はこの要因として、平戸温泉やイベントなどの観光開発や、佐世保市や県観光連盟との連携強化などを挙げている。 ヒラド防衛戦隊平戸ヒラド現在活動休止中。2000年に町おこしの一環として結成された。アゴレッド、オニオチョウブルー、かまぼこイエロー、ゴボウモチ、グリーン、ヒラド牛ピンク、オランダトリコロールの6人のヒーローからなる。宿敵ジメンガーと戦い日夜ヒラドの平和を守り続けているという。 その活動は平戸だけにとどまらず、長崎県内各地のイベントをはじめ、時には県外でも活動していた。ありがとうございます。